なんか韓国メディアが、韓国インスタント麺が日本人を魅了していると報じてるみたい。韓国インスタント麺、日本人を魅了してる。では、報道内容の一部を見てみて。現政府に入って日韓関係が急激に冷却されて活路を見出せずにいるが、日本国内であれば市場では韓国製品の人気が急上昇していることが分かった。特に現在、全世界80カ国で20億以上の売り上げを記録し、大きな人気を得ている三洋食品のチーズプルタク焼きそばは、日本国内の大型店で月に販売量1位を記録したことが分かった。日本の主要メディアでは、韓国ラーメンを集中紹介する事例が出て目を引いた。先月26日、日本の民放フジテレビの目覚ましテレビは、現在日本で旋風的な人気を呼んでいる韓国のインスタントラーメンを集中的に紹介した。この放送が見つかった韓国食材専門マートのレースマート町フジョムには、40種類を超える韓国産インスタントラーメンが視線を引きつけた。放送によると、4月に1ヶ月間は店内であれば、販売順位で三洋食品のチーズプルタク焼きそばがダントツ1位を記録した。また、日本の YouTuber の間で辛い韓国料理に挑戦するコンテンツが大きな人気を得て、辛味を楽しむ日本人が増えている。さらに香ばしいチーズ味まで加わったチーズブルダク炒め麺は、日本の消費者に愛されたものとみられる。なんかこれ、明らかに政治利用だよね。だって、冷え切った日韓関係云々言ってるし。っていうか、フジテレビの韓国ゴリ押し報道をがっつり利用されちゃってるし。ネットでは、また別世界線パラレルワールドの話か。どこで売ってんだよわらわらわら。東方が海音か。都会は変なものが流行るんですね。リアクション芸人御用達の YouTube 食材。辛いもの好きなうちの息子ですら、警告の分かってないぞ。またフジキャンペーンか。またやらせやっているのか。初めて聞いたわ。地元スーパーで売ってないぞ。コンビニでもスーパーでも見たことないぞわら。外資規制再調査。フジテレビの放送免許剥奪しろ、などとやらせを指摘する声ばかり。フジテレビ、いい加減にしてほしいよね。フジテレビが韓国ゴリ押し報道なんてやるから、韓国メディアにこんな勘違いをされるんだよ。っていうか、ネットの声にもあるように、外資規制の再調査をした方がいいんじゃないの？だって、相変わらずの韓国ゴリ押しがやまないんだもん。普通ここまでゴリ押しする？とにかくフジテレビは、今現在韓国メディアが勘違いを生むような報道をしないでください。はっきり言って混乱を招くだけですから。よろしくお願いします。